鳥居菅尾石部神社は石川県加賀市大正寺敷地にある神社。敷内社、加賀国二宮で、旧社格は国平商社。現在は神社本庁の別表神社。通称を敷地天神、菅尾天神とも。現在の祭神は菅尾石部神となっており、これは天神日高彦、みのるみのるでみ命、豊田玉姫命。 うがや吹き合えずの命の見柱の総称としている。祭神については、諸説あり、少なびこなの人とする説もある。菅尾石部神の本体見柱も、元は祭神の諸説の一つであった。社殿によれば、陽明天皇元年、この地で疾病が流行した時、宮中で祀られていた菅尾石部神が誕生されたのに、始まるという、演起式神明朝では勝者に弟子。 加賀国にのみやとされた。古来より、朝廷、部門からの数形が厚く、天行三年には、聖四義下の深海が授けられた。平家物語巻七には、木曽義仲が当社へ、のみの書を寄進したとの記述がある。中世には、一帯は、北の天馬宮の車両となっていた。天神の通称はそこから来たものであり、現在もその名残で境内に、牛の像が残っている。 明治29年に国平商社に昇格した。京都の敷地神社は当社からの感情と伝える。毎年2月10日の例祭では竹割祭りの異名を持つ五岩神事が行われる。五岩神事は1987年に石川県指定向け民族文化財となる。ありがとうございます。